こんにちは、コブです。サワリカップ。最後で挨拶させていただきました。いつもあんまり説明してませんが、この動画、360度動画なんで、くるくるスマホだと回していただくと、ぐるっと見れますんで、そちらもお楽しみください。言っても今日はあまり360度見れる意味はありませんが、ということで今日は子供チャレンジが届きました。実は昨日の何かわからないですけどポストに入ってたんですよ。今日は朝気づきました。ということで今日は日付ですね、12月27日の今の時間がお昼15時31分です。早速子供チャレンジプチ開けていきたいと思います。それでは開封します。はい、ということで開けました。内容物はこんな感じです。それでは一つずつ紹介していきます。一つ目、絵本、ま、毎度ですね、絵本です。ちょっとパラパラと見ます、ね、絵本、冬ですね、雪です。島次郎が高そうな格好で雪だるまと遊んでます。今回はみかんです。いきなりみかんの皮を剥いてみようと、なんか剥けるように仕掛け絵本になってます。みかんを食べながら、しまじろうがみかんをむしゃむしゃ食べております。そしてその次はちょっとお話っていうことで、パンダレストラン、パンダレストランが前回からパンダくんがレストランを始めてますが、それのなんか物語ができてます。ちょっと今日の今月のおもちゃと絡んでますね。そしてこの辺は終わって、次はまだこちらだ。もうすごい、最後はでっかいケーキができてます。そして次は考える力、緑黒白、緑黒白、マトリョーシカがあるんですけど、それの緑バージョンと黒バージョン、白バージョン、こちらの方が色の、まあ、緑色とか黒とか白っていうのを、まあ、覚えようって言ったら変ですけど、そちらの方の紹介みたいな。あとは顔と体で遊ぼうですね。目とか肩とか手とか頭とか、そういうところを分かるような遊び、絵本で遊びながら学んでいこうっていう感じの内容になってます。そして最後が人と関わる力、貸してどうぞっていうことですね。まあ友達と遊んでて、僕も車で遊びたいって言って貸して、はいどうぞっていう、ありがとうって言って、そういう子供同士の関わり方の、まあ、お勉強というか、そういうのをやっていくような感じですね。こんな感じで絵本です。はい、そして今回はDVD ですね。DVD。1月号と毎度同じんですが、2月号と一緒の1枚の DVD になってますね。DVD の中はこんな感じです。で、一応、いつも通りこういう感じで、まあ、順番が書いてます。ちなみにここに書いてますけど、スマホで登録すると、ホームページで、この DVD が今月と確か先月2ヶ月分の動画が、まあ、外出中でも DVD なくても見れるっていうサービスがあったりします。これも実際にあまり使ったことないんですけど、結構便利だったと思います。ということで DVD ですね。今回のおもちゃ、おもちゃ、もしもしスマートフォン、子供にスマホです。ちょっと中開けますね。スマホ。スマホといっても、さすがに電気仕掛けじゃなく、数字が並んでるだけですが、数字と通話ボタンがあります。そして、しまじろうと、いろっぴとパンダくんの絵があります。このボタンがあります。遊び方がこの中に、どこだ？いつも遊び方の場所を忘れますよね。
の中だった。めっちゃ真ん中に乗ってます。ちょ遊び方がこの、もう一個ご紹介するとリード、絵本と DVD と、あとこれいつも大人用の読み物なんですけど、その中に操作手順が載ってました。ということでこれ前回までに送られてきたものと合体させるんで、ちょっと取ってきます。はい、取ってきました。この今までのこのドラムってこれをつけるとドラムっぽくないんですが、なんかめっちゃホコリつく、これも遊んでるのホコリが。ドラム、この後ろにバチがくっついてるんですが、ドラムとドラムが最初にあって、で先月この横のここまでが最初に、この横が先月合体しまして、お料理ができるようになりました。こういう感じですね。でブロッコリーとかハンバーグとか卵がついてきたんですが、なんとこの空いてる場所にこいつをここに置くことができます。そうし、ちょっと分かりにくいですね。ここにちょうどはまります。後ろになんかこういう島次郎の絵みたいなはまるようになってます。そして一番このつまみを一番こっちにすると電話で遊ぶモードになります。ちょっと下置きますね。あのスマホでちょっと下にずらして、ぜひよく見てください。ちょっとこの中の説明の場所を見ながら、ちゃんと使い方を説明したいなと思います。これ電話モードにし合わせます。そしてもしもしスマートフォンをリトミックドラムにセットして、やりとり絵本を準備します。あれ、これもう一個おまけで、今回は今度はやりとり絵本っていうのが来てます。いろいろ、おお、こうやってなんか電話でやり取りするような感じです。やり取り絵本を準備しましょうって書いてます。まずおしゃべりしたいを押します。これが島次郎で、イロッピで、これがなんだこれ、パンダ君から、でこちら押します。お、リアル電話ですね。で多分これをとるとすごいですね。名前は何っていう会話をするような感じですね。島、それはさすがにないのか、違う、これか、カシャ、飛行機に乗ったことがある、飛行機ですね、これ乗ったことあるみたいな。そうなんだ、僕乗ったことがあるの、また乗りたいな、好きな乗り物は何、ああ、ね、好きな乗り物は何、会話が続くんですね。でこっからどれって選ぶような感じです。でかっこいいよね、僕は電車が好き、とっても速いんだよ、お話楽しかったね、また電話するね、バイバイ。もう切れた、これで置く感じかな。今度はイロッピに電話してみましょうか。イロッピに電話しました。ガシャ。お。ピピピ。もしもし。赤が大好きな赤っぴだよ。赤っぴですね。で子供が答えるんですね。好きだよーって。バイバイ。バイバイ。硬いドッピンに電話してみました。もしもし、緑っぴだよ。こんな緑っぴですね。何色が好き？同じ質問ですね。これ緑じゃなかったら受けますけど、ね、こんなとこですね。で最後がパンダ君ですね、やっぱり。もしもし、アルダレットなんです。ご機嫌は何？
を注文してるんですね。だからこっから選ぶんだ。ハンバーグ。お、飲み物は何にする？飲み物下から選ぶ。ハンバーグには牛乳かな。デザートは聞かないんですね。こんな感じですね。こういう感じで、で電話カード、あ、こっちになんかもう一個電話カードがあって、こっちはお母さん用のもんですね。お母さんはこの電話カードを使ってやってくださいっていうか、うちの子供もう思いっきり僕らが触ってるこのスマホをめっちゃ携帯携帯ってパパのって言って渡してくれるんですけど、多分めっちゃこれを僕らがサバ触ってしまってるんで、これ自分のものができてめっちゃ嬉しいと思いますね。ここにボタンがあるけど、これはこのボタンもなんか効くのか。一回動かしましょう、電話しましょう。何歳？43歳です。どうして、まあさすがに反応はしないのか。別にこれで反応したら嬉しいので、わざわざこれを押さなきゃ。そうなんだ、教えてくれてありがとう。君は魚を食べたことがある？魚食べたことあるよ。このボタン何なんですかね。ただ触り心地ですかね。特に何も起きませんでした。ということで、もしもしスマートフォンのご紹介でした。これもおまけでついてて、あ、こっちにもなんかいろいろ使い方が載ってますね。エプロンが一つまた増えました。以上で、ついてるものは以上ですね。また大人用というもんですが、どういった内容かというと、あ、これイヤイヤ期こそやりたい。もしもし遊び。イヤイヤってなるとき。どうやって対処するかというとっていうような内容ですね。もしもスマートフォンがいいんですかね。やりたいっていう気持ちをどんどん引き出してあげるっていう感じですかね。親子で体験お出かけガイド、読み聞かせイベント、まあ、こんなイベントにいろいろあるんで出かけていきましょうっていうようなことが載ってますね。島次郎プレイパークっていうのが宣伝で出てますね。屋内型テーマパークが巡回中。すごいですね。沖縄には来ないでしょうね、さすがに。なんか詳しいことがないんでよくわかりませんが、ちょっと潜ってみましょうか。一応なんか URL もあってるんでちょっと調べてみますね。なんかいろいろありますね。島次郎とプレイパーク、結構いろんな催事場とかで行われてるみたいですね。一応サイトはこんな感じです。わかりますかね。一応開催スケジュールとかが載っていて、直近でやっているのは、開催決定したのが岡山県7月14日からってことは、もう開催してるんでしょうね。7月14日から来年の2月24日まで。三重県は12月26日、まさしく昨日か、まさしくって言わないんです、昨日から年明け1月7日まで。そういった感じで開催されてるようです。結構いろいろ開催されてますね。電話かかってきた。もしもし、僕しますよ。君の名前は何？これ掘ってると電話かかってくるんです。ちょっと今怖いですね。とりあえず切ります。そして電気を切っておきます。怖いですね、突然なると。で開催予定が結構来年もちょこちょこいろんなところでこう開催されるんですね。藤崎市、何県だ、藤崎市、仙台ですね、藤崎市、仙台の藤崎っていうデパートで開催されるんですね。あとは京王百貨店、新宿店開催されます。そして九州、鹿児島もやってたんですよ、山形や百貨店でやってたみたいです。で来年は熊本県鶴屋百貨店、あ、九州地区以上です。残念ながら沖縄県で開催される予定はないようです。ぜひ沖縄の言えば龍王さんとかイオンかな、ぜひ開催してみてください。このところに
スケジュールの前にどこだったかな、企業の方へっていうリンクもあったので、ぜひ沖縄の方開催してください。いくらするんでしょうね。さすがにうちの予算では難しい金額だと思うんですが、ということでそんなところ、そんなものもあるみたいです。ということで大人の呼び物もしもし遊び以上です。で、あとはいつも通り宣伝系ですね。ちょっとざっと紹介しましょう。英語、もう最近英語12月号から始めましょうって DM がめっちゃ来てたんですが、英語の島次郎の英語のやつですね。で、これは危険チェックマップ、これは特別付録、こういうとこ危ないですよ、子供が動き回って、確かにいろいろあるんですよね。歯磨き中のながら歩き、これ やるんですけどね、危ないですよね。あとコンセントの穴、一応子供が触るところは塞いでるんですけど、最近自分でコンセントを挿したりもするようになったので、まあいろいろ危ないですよね。まあ、チャイルドシートへの付け忘れ、チャイルドシート、うちの子、まあ、小さい頃からずっと乗って、ほぼ毎日のようにチャイルドシートに乗ってるんで、全然そんなに嫌がらないんですよ。チャイルドシートを嫌がるというより、ただ出かけることを嫌がったり、保育園に行くのを嫌がったりはしますが、そういうのも気をつけましょうっていうブログがありました。そしてあとは映画ですね。島次郎の映画の宣伝です。こんなのあるんですね、島次郎の映画。これはもう興味ありそうですが、沖縄もやるのかな。いや、あるんでしょうね、映画ぐらい。ちょっとついでにこれも調べてみましょうか。島次郎の映画ありますね。島次郎の映画3月15日ロードショーらしいですが、上映劇場一覧はこちら。で、九州沖縄地区、沖縄、あった、サザンプレックスでやるそうです。サザンプレックスって、サザンプレックスってチャパンですよね、確かなんか最近もうこういうサザンプレックスだけ言われるとどこかわからないんですが、あ、全部のことを言うのか。サザンプレックス、三浜とかこんなところにある、まあ、沖縄の映画館といえばこれしかないんですが、これのところでやるそうです。サザンプレックス、さすがにこっちのホームページでは情報がまだないですが、やるみたいなので、前売りだと800円まで、あ、しかも会員優待前売りかだと800円まで差がありますとの2人と子供1人で、まあうちの場合全員で行ったら600円安くなります。で、あともう一つ、なんかポケットの体験セットをお楽しみください。来年のポケットですね。うちも申し込むか悩みながら、まだ申し込んでないですが、申し込んでないから体験版を届けてくれたのと、なんか DVD までついてますが、来年の4月からはポケットっていうことになります。それの体験版が来ました。ポケットの絵本、ちょっと一回り大きくなるんですよ。なんかちょっと大きくなった、これ多分実物大なのか、実物大な気がしますね。なんかわざわざこんなちょっと大きい、あれ、このサンドイッチのなんかを組み立てるのがあるみたいな、それが楽しそうでもあるんですが、でポケットの DVD あるんです。結構長いですね、体験用ですが。あと体験用シール、なんかいろいろ体験用でくれますね。クレヨンでお手伝い、こんな感じで体験版があります。そして仲間はというニンジンとかもシールということで、チャレンジポケットの体験版がこちらでした。というか、ちょっと長々と喋りすぎて、この後も喋ってたんですけど、ちょっと取り直ししております。途中で
チータの動画が撮影が止まってました。だいたい最大25分ぐらいしか撮れないんですけど、撮りっぱなしで最初の撮影から25分以上経ってまして、それがストップしてました。ちょっとそれ気をつけなきゃいけないですね。ほとんど終わってたんですけど。ということで、チャレンジポケットの体験版です。で、最後に復習。今回は絵本、そして DVD 2月号もついてます。そして今回のおもちゃはスマートフォン、こちらは別です。で、今までの使っていたものにくっつけて遊びます。そして特別絵本、こちらも合わせてスマホと遊ぶ感じです。で、親の読み物で、さっき突然終わりのとこから始まったポケットの体験版、そしてあとはもろもろの宣伝です。ということで、今月も子供チャレンジプチのご紹介でした。それではありがとうございました。真ん中にチャンネル登録ボタンもあるので、もしよかったら登録お願いします。いいねボタンもよかったらお願いします。それではさようなら。